さあ皆さん、本日はたくさんのゲームが一気に発売しました。それこそインディーゲームも含めるとすごいよな。今日だけでいくつ発売したんだ。まあメジャーどころで言うと聖剣伝説、さらにドラえもんのゲーム、それに加えてガンダムブレーカー4とか、まあいろいろなゲームが出たわけですが、その中でガンダムブレーカー4が今のところですね、かなり好評な意見が多数出ておりますので、かつメタスコアにつきましても、あくまでこちら暫定的ではございますが、80点を記録しておりますね。だからまあ今日発売したゲームの中では最高得点となっています。でまあ販売元はですね、バンダイナムコエンターテイメントとなっておりまして、かつまあ海外レビューが解禁となり、PS5 版のメタスコア80点となっていると。で、また Nintendo Switch につきましては解禁されておりませんので、ここからまたですね、点数が出てくるんじゃないかなと思います。で、そういったところも相まって、今からですね、レビューの内容を見ていきましょうか。で、まあ、下から見ていきましょうか。せっかくなんで。で、まずは、こちら見ていきましょう。ガンダムブレーカー4は非常に反復的でストレスのたまるゲームプレイ、数多くのバグ、そしてチェーンフで予測可能なストーリーなど多くの不満点を抱えている。キャラクターは魅力的でカスタマイズの自由度は高いものの、全体的なプレイ感は単調でぎこちない、価格に見合うだけの価値があるとは言い難いと。お前これ先行でさ、ガンダムブレーカー4のゲームソフトもらってレビューしてるんじゃないの？なかなかすごいこと書くな。まあこれが海外クオリティでしょうか。まあこういった形で正直に書いてるっていうのは好感持てる一方で、なかなかね、すごい書きっぷりだなと思いました。で、次行きましょう。ガンダムブレーカー4はガンダムファンにとってまさに宝箱のようなゲームだ。実際にガンプラを購入することなく自分だけのオリジナルガンプラを組み立てて戦わせるという夢を叶えてくれると。戦闘やストーリーはシンプルながらも、マルチプレイや豊富なサブミッションを通じて、コレクション欲を満たすだけの十分なコンテンツが用意されていると。もしよりシミュレーション性の高いメカアクションゲームを求めているなら、このゲームは期待外れかもしれないと。アーケードゲームのような爽快な戦闘は、時間が経つにつれて単調に感じられる可能性もあるが、自由なカスタマイズが可能なシステムのおかげで飽きずに遊び続けることができると。だからまあ良いところもある一方で悪いところもあると、そういったことが書かれておりますね。で次、ガンダムブレーカー4は長い間途絶えていたガンダムやモビルスーツを組み立てるアクションゲームとしては見事に復活を遂げたと。で、また戦闘は相変わらずスピード感があって、まあ、爽快な操作性で楽しむことができる。膨大な数のガンプラベースモデルとパーツのおかげでオンラインで出会うガンダムはどれも個性豊かであり、見た目も戦い方も全く異なると。またストーリーモードにつきましては、ガンダムブレーカーシリーズの入門に最適だが、ミッションのバリエーションがもう少し欲しいところだ。しかし一部の出来の悪いパーツがあるからといって全体の完成度が損なわれるわけではないと。ガンダムブレーカー4はストーリーやゲームの継続的な面白さという点では非常に深いゲームとは言えないかもしれない。しかし集められるアイテムの数やカスタマイズの幅は素晴らしい成果だ。ガンダムブレーカー4はレベル上げやパーツ集めのために同じミッションを何度も繰り返すことが求められるゲームだ。正直なところ少し大変な作業だと感じることもあった。しかし自分だけのオリジナルガンプラを自由に作り上げたり、新しいパーツを手に入れたりできる喜びは、その苦労を補ってあまりあるものだ。戦闘も爽快でグラフィックも美しいためプレイしていてとても楽しかった。ただ同じミッションを何度もプレイするのが苦手な方であったり、もう少しバランスの取れた戦闘を求める方には向かないかもしれないと。ガンダムシリーズが好きだったり、一緒にプレイする仲間がいる人にとっては、間違いなく面白いゲームだろうと。ガンダムブレーカー4はガンプラを深く愛しているコアなガンダムファン向けのゲームと言える。ストーリーの進みが遅く、ミッションも反復的で、目新しさに欠ける新しいファンを獲得するのは難しいかもしれない。まあ辛辣ではあるよな。ガンダムブレーカー4は夢中になって自分だけのオリジナルガンプラを作り込める、そんな魅力的なゲームだ。なんか同じようなことばっかりみんな書いてるね。数千種類ものパーツから好きなものを選び、自分だけの機体を作り上げるのは本当に楽しいと。カスタマイズに多くの時間を費やしてしまうことだ。ただ長くプレイしていると同じようなことを繰り返しているような感覚になることがあると。もう少しステージを冒険したり、他のプレイヤーと協力してミッションをクリアしたりといった要素があれば、もっと楽しめただろうと。とはいえガンプラ好きにはたまらない。よくできたゲームであることは間違いないと。ガンダムブレイカー4はシリーズの原点回帰とも呼べる素晴らしい作品だ。ガンプラを組み立てる喜びを深く追求し、ファンに充実感あふれる体験を提供していると。物語は必ずしもゲームの強みではないが、緻密なカスタマイズ、バトルシステム、ジオラマやペイントなど、いろいろとね、創造性を刺激するような要素がたくさんありますみたいなことが書かれていて、で、見事な復活作と言えるだろうと。なんか似たり寄ったりなレビューがめちゃくちゃ多いかな。ただ高評価のレビューと低評価のレビュー両方見てみましたが、どちらも的を得ているかなと思っておりまして、メディアの評価なんで、それはそうだろうなとは思っていますが、ただ個人的に気になったのが、高評価ね、ついているものでも、注目していただきたいのは、やっぱりそのファン向けみたいなところが繰り返しですね、書かれていたり、逆に言うとですね、やっぱりマニアックなゲームではあること間違いないんですよね。だから、万人受けするかと言われると、そういうゲームでもなく、結構ですね、人を選ぶゲームになっているのかなと思いますね。ですので、誰しもが楽しめるかって言われると、このゲームに関しては、楽しめはしないんだろうな。残念ながら。だからファンであれば、特にガンダムとかこういった類のものが好きな方であれば、なかなかね、絶賛されておりますが、逆にテンポの悪さであったりとか、で、あと同じことの繰り返しみたいな。で、何度もやらなければいけないみたいな。で、そういった反復的なところが、厳しいみたいなことが結構ですね、高評価のレビューにも書かれておりますから、そこのところがですね、課題に感じている方は、あまり向いていないのかなと思いました。ただ一方でカスタマイズができるとか、そういったところがね、かなりの売りで、で、特に高評価のところに関しては、ほぼここのところを褒めている内容が多くて、逆にここのところが中心になっているかなと思います。ロボットを作るとか、で、それを元に戦うとか、なかなか独特な発想ではあるんですが、これはね、本当に、やっていて面白いゲームではあると思いますよ。ですので、おすすめではあるんですが、一方で、こちら、ファンしかね、楽しめないって言っちゃ、語弊はあるんですが、例えば新規ユーザーかな。で、特に普段、RPG とか、あとはアクション系のゲームかな。やってる方であれば、もしこのガンダムやったとしたら、ちょっと味気ないなとか、ちょっとこれは違うんじゃないかなとか、ギャップに感じる部分はね、いくつかあるんじゃないかなと思いました。これを見ていてそう思いますよね。なかなか癖があるから。ただ一方で、ガンダムブレイカー4に関しては、復活作って書かれている通り、例えば昔のガンダムが好きだぜとか、そういった方からすると、逆にですね、俺たちの待っていたガンダムが、ようやく戻ってきた、とも言い切ることできるかと思いますので、購入してみるのもありっちゃありかもしれませんね。しかもこのゲーム買いやすくて、マルチプラットフォーム展開されていると。で、例えば PS5、で、さらに Steam、Nintendo Switch など、様々なハードに対応しておりますから、基本的には、この動画見てる方、いずれかのハードとか環境は持っているかと思いますので、ほぼ全ての方がね、遊ぶことができると、体験できると、これも地味に大きいんじゃないかな。今回ね、同じ日に発売した聖剣伝説、任天堂スイッチ版が出てねえじゃねえか、みたいなツッコミがかなりね、やってきておりましたので、それに比べて今回はガンダム、任天堂スイッチにもアジャストしておりますから、これはね、ファンにとっても嬉しいし、で、検討していた方とかにとっても嬉しいんじゃないかなと思いました。そういったところで今日はね、本当にゲームがモリモリに出ておりますので、そのうちの一つのガンダムブレイカー4ですが、ただね、立派なゲームかと思いますので、気になる方はね、購入してみるっていうのも全然ありじゃないかなと思いました。はい、ということで一旦動画終わりましょうか。ガンダムブレイカー4か。まあ資格ではあったよな、これは。うん。まさかこんなにね、高評価とは思わなかったわ。まあ一部ですね、まあ単調であったりとか微妙だっていう声も出ておりますが、まあそこはね、他のゲームでも同じことを言えるからね、まあ非常にちょっとここは課題である一方で難しいところかなとは思いました。